パークの前景スペースワールドは、かつて、福岡県北九州市や旗東区に存在した、宇宙のテーマパーク、スペワという愛称で親しまれた。2017年の大晦日から翌2018年元旦に、かけて実施されたカウントダウンイベントをもって、営業を終了し、2018年1月1日の午前2時に、閉園した。閉園時の運営会社だった。 株式会社ジャパンパークリゾートは、姫路セントラルパーク内に移転した上で存続し、カモリ観光グループの西日本地域での各種施設運営を行っている。マグナムブースターザターン、タイタンマックス、ギャラクシーレーサービーナス GP などの絶叫コースターや、宇宙博物館、ガツの石展示場などの施設を売りにしていた。 飾り付けられたステージでオリジナルバンドレブの演奏に乗ってビッキーやキャストたちが歌やダンスを繰り広げるレビューショービッキーザライブやサイエンスショードタバタ研究所子供たちがラッキーたちと一緒にダンスや体操が楽しめるラッキーズダンスコレクションなどエンターテイメントショーに力を入れている2010年4月に開演20周年を 2015年4月には開園25周年を迎えた。オープンプランニングに東坂企画の沢田隆二が参加しており、オープニング時には沢田が手掛ける王ファミリースペシャルで吉本工業所属のタレントが来場し、アトラクションを体験する模様が全国放送された。開園後数年間は多くの来場者があったが、 1997年度の216万人をピークに次第に減少し、2004年3月期に351億円の累積損失があった。2005年4月27日、営業券を新日本製鉄からリゾート運営会社のカモリ観光に譲渡することを発表した。再建計画の一環として、2006年4月29日に、 マグナムブースター・ザ・ターンという名前で日本初登場のインタミン車星急加速型ローラーコースターを導入した。また、経営権の譲渡に伴い、スペースキャンプ財団のライセンスにより設置されていた、スペースキャンプジャパンが終了した。スペースキャンプはオープン以来、チームリーダーというスタッフを中心に、主に小中学生を中心に宿泊を伴うプログラムを実施、宇宙と 宇宙開発への動機づけを行うことで科学教育の一端を担った。晩年は学校団体向けに宇宙飛行士学習施設アストレスタとして宿泊を伴うプログラムが組まれていた。宇宙博物館及びスペースシャトルは現存し月の石の展示も継続していた。スペースキャンプの宿泊施設については園内宿泊施設スペースロッジとして営業していた。 営業権上都に際し、投資抑制の観点及び宇宙を知ることは地球を知ることとの観点より、キャッチコピーを地球大好きに変更したが、その後、環境省のエコアクションポイントのモデル事業に参画したり、園内宇宙博物館のシアターにて、生物多様性をテーマにしたアニメ、ウェイクアップ、タマラを長期上演するなど、地球環境問題にも注力していくこととなった。 従業員や不要施設のリストラに加え、年間フリーパスの大幅値下げや、プールなどの新規施設の開設、他社コンテンツとのコラボレーションの強化等、地域密着型の経営方針へ転換することにより、2008年には来場者数は11年ぶりに増加に転じ、2009年度には営業黒字を達成、その後も来場者数は2011年に159万人、 2012年に164万人と順調に回復した。2016年3月期には過去最高益を達成した。2016年11月12日から氷の水族館と名付けられたスケートリンクが登場した。公設市場の業者から死んだ魚や規格外で廃棄予定の魚5000匹を仕入れ、スケートリンクの表彰に埋められた。これが 命を粗末にしていると批判される炎上が起き、11月27日には、運営企業が公式サイトにて、不快に思われた皆様に深くお詫び申し上げますと、謝罪を表明した。リンクの展示を中止し、魚を回答してお祓いをし、供養した後に、肥料や飼料として活用する方針が発表された。2016年12月16日、 運営企業は2017年12月末をもってスペースワールドを閉園すると発表した。閉園の理由は少子化の進行、北九州市の人口減少、近年のレジャーの多様化、長崎県佐世保市のハウステンボスとの競合などによる施設の陳腐化などで経営難が続いた影響とみられた。実際のところは地主の新日鉄住金と運営者のかもり観光との 間で、賃退借契約の更新交渉が不調に終わった、ことが原因とされるとの一部報道があった。これに伴い、亡くなるよ。全員集合と、スタッフたちが叫ぶテレビコマーシャルを制作する、等、最後の一年を盛り上げるための活動を展開。2017年12月31日には、 閉園を惜しむ多くのファンが県内外から駆けつけ、アトラクションやキャラクターとの記念撮影を楽しむ姿が報道された。31日夜は新年のカウントダウンの花火が打ち上げられ、2018年1月1日午前2時、年明けの深夜に閉園を迎えた。スペースワールドの閉園に伴い、北九州市から遊園地が消滅、北九州市近隣の遊園地は、 関門海峡対岸の山口県下関市にある灰、カラッと横丁となったが、遊具が数種類しかない小規模なものとなっている。施設跡地の利用について、地主の新日鉄住金は、イオンモールに優先交渉権を与えており、2018年2月19日、イオンモールは同跡地に新業態の商業施設を2021年にオープンすることを明らかにした。その後、 2020年2月に既存のイオンモールや旗東との相乗効果を図れる携帯の地域創業型商業施設ザ・アウトレッツとして2022年春にオープン予定であることが発表された一方運営会社は閉園後も存続し姫路セントラルパークなど西日本地域のカモリ観光グループのレジャー施設の運営を引き続き行うほか北九州市内で新事業を展開することを 検討している。また、本社所在地が、姫路セントラルパークへ移転している。園内の施設の一部は、カモリ観光グループが関係する施設などへ移設される。ミューナは、姫路セントラルパーク、メリーゴーラウンドや、コーヒーカップ等は、イズアニマルキングダムで再利用されることが決定。ビーナス GP や、メリーゴーラウンドも北海道うちのカモリグループのレジャー、施設。 動物園での再利用が決まった。大観覧車スペースアイはカンボジアへ売却され、シェムリアップの観光施設に設置される。ザターンはロシアの遊園地へ売却され、2021年に稼働予定。一方でタイタンマックスやソノの象徴だったスペースシャトルの模型は活用策を見出せず売却先も見つからなかった。 スペースシャトルの模型は2018年11月19日に解体された。売却や処分は土地所有者である新日鉄住金との賃貸契約が切れる2018年6月末が期限で扱いが決まらなかった遊具は7月以降、同社の管理下に入る。後地利用を行うイオンモールはさらちによる引き渡しを求めており、 上渡売却先が決まらない施設は解体撤去処分となる見込み。展示されていた月の石は一旦 NASA に返還されたが交渉の結果北九州市が借り受けることになり2018年12月22日より北九州市立命の旅博物館にて展示されている。チケットは2006年にフリーパスに一度統一されたが2014年11月4日より 入園のみができる入園券と各アトラクションごとのアトラクション券の販売が再開されフリーパスを購入しなくても特定のアトラクションのみの単独利用のみに登場するも再び可能になった各アトラクションごとの券は各アトラクションに設置してある券売機で購入するシステムをとっていたなお料金はチケットの種類 並びに購入者の年齢等によって各種設定されていた。また、年間フリーパスという購入日より1年完了可能なフリーパスが販売されていた。このチケットはフリーパス2回分アルファ程度の価格に設定されており、頻繁に施設を利用する客にはお得なチケットとなっていた。なお、有効期限の最終日が休園日の場合は、 直後の営業日まで有効であった。この他、JR 九州が九州内閣駅からスペースワールド駅までの往復ギップとスペースワールドのフリーパスをセットにしたスペースワールド割引き切符、スペースワールドキャンパスで割引切符を販売していた。2017年12月31日専用チケットとしてグランドフィナーレチケットが当日、チケットブースでのみ発行された。 価格は、大人8000円、小人5000円、3歳以下無料とされた。パーク園系、ザターンコース前景、これらは、松下新デザインのもの。キャラクター出演のレギュラーショー、スペシャルショーが実施されているほか、開園時間前後、閉園時間前や、営業時間中の数回エントランス付近で、正午過ぎに、レストラン内で、小開園前に、客席で、 それぞれキャラクターグリーティングが行われる。スペースワールドでは式を通して様々なスペシャルイベントが催される。期間中はレギュラーショーがスペシャルバージョンになるほかスペシャルショーが催される場合もある。夏におけるイベント期間中の数日間は花火ショー花火イリュージョンが開催される。パーク内に宿泊施設、スペースロッジがある。作詞、木本恵子、作曲、 谷川健作、歌、石原慎一作詞、スペースワールド山口高はじめ、作曲、山口高はじめ、歌、中野森文子、宇宙へ飛び出せ、スペースワールド1990年4月21日、放送。当時、ズームイン、朝、の、レギュラーアナウンサーだった、小賀幸人と、筒美信子が司会を務め、 橋本志保が新人アナウンサーとしてデビューした番組であった。ありがとうございます。